ステーシー・ルイーズ・ャンプはイギリス出身の女性フィギュアスケート選手。パートナーはデビット・キング。2010年バンクーバーオリンピック、2014年ソチオリンピックイギリス代表。ランカシャーのプレストンに生まれ、6歳の頃にスケートを始める。やがてデビット・キングとペアを結成し、2004から2005シーズンより ISU ジュニアグランプリに参戦。 翌2005から2006シーズンからシニアクラスに完全移行し、イギリス選手権で優勝。また、同シーズンには世界選手権及び欧州選手権にも出場。2006から2007シーズン ISU グランプリシリーズに参戦。2007から2008シーズンからはポーランドに練習拠点を移し、ドロタ・シュデクとマリウス・シュデク夫妻に指示。 三度目の出場となった2008年、欧州選手権では自己最高位の6位入賞を果たした。2011年のシーズンオフ、アメリカのフロリダに拠点を移し、前シーズンに引退したばかりのジェレミー・バレットにコーチを変更。欧州選手権では地元イギリスの観客の大歓声を受ける演技を披露した。2012から2013年シーズン。 コーチを1989年の世界選手権、銀メダリストのリンドン・ジョンストンに変更。グランプリシリーズ2000にエントリーしていたが、膝の後十字靭帯の怪我と、キングの足首の靭帯の怪我により欠場。イギリス選手権で復帰したがほとんどエレメンツは実施しなかった。欧州選手権では10位。2013から2014シーズン。 ソチオリンピックの最終予選であるネーベルホールンハイに出場しオリンピックの出場枠を獲得。イギリス選手権は初めて優勝を逃した。パートナーのデビッド・キングから2010年バンクーバーオリンピックの閉会式の日に選手村でプロポーズを受け2016年4月に結婚した。AB ・ケンプ・グレート・フル・フォーサム・コンペティションイン、クロアチア・ハット・ AB ・チェコ、スロバキア、 ポーランドが全国選手権を共同開催したもの、ポーランドのクラブに所属する選手がオープン参加した全体で1位、バンクーバーオリンピック最終予選国際スケート連盟主催、ありがとうございます。